はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回は This is a Police 2、11月23日プレイをしていきたいと思います。Did I miss something? No, no. I just want to move into the office where you were working. まあ前回ね、このジャックはこの警察署にまあサポーターとして入り込むことに成功したというか、まあ雇われたというか、そういう状態になりましたからね。Can I help? No, no, I don't like people prying my stuff. You could get a bite to eat. I'll be finished in like 20 minutes. I can handle this. At least I can handle this. Okay, then I'll go down to the dining hall then. Call me if you need me. チャーリーだな。チャーリーはね、もうジャックの家に入り込んできてボッコボコにしましたからね。ジャックのことさぞ気まずいだろうな。Try to be delicate with elderly gentlemen. I'm not some kind of monster. I didn't mean to offend anyone. You really shouldn't be offended. We're all grown-ups here. Why be offended? Why are you offended, Mr. Nash? I gotta say, I expect more from a senior police officer. Well, I don't know. More professionalism, you know? You seem like the kind of guy who sits behind a desk doing paperwork. Am I right, Mr. Nash? That the bathroom?Weren't you gonna drink your coffee, Mr. Nash? You're not incontinent, are you? Mr. Nash, do you have a problem? Is it an age thing, or did I just hit you too hard in the kidneys? If that's the problem, then I apologize, Mr. Nash. I tried not to hit any vital organs. チャーリーをやっちゃいましたね。さてと、ペンキンだな。ナシさん、昨日のリプトンへの旅は最高でしたよ。行かせてくれてありがとう。ギター職人は本物の達人で、俺らの相棒もスタジアムコンサートみたいにうなり声を上げています。でもあいにくドラマのレニーが旅先でスティックをなくしてしまって、ゲリンズバーグのブラックオークの木から掘り出した特製のスティックなんです。レニーが自分で作ったんですよ。信じられます？なんかまた休みたいって言い出しそうですね。ともかくこれから森に行って良さげの多くの木を見つけて切り倒して、レニーが気前よくステージからばらまいても十分足りるくらいたくさんのスティックを掘らないといけないんです。だから今日は俺抜きでやってください。その代わり明日はダブルシフトで働くって約束します。となるほどね。明日本当にダブルシフトで働いてもらわないと困るな。では今日のシフトですね。発砲スキルの高いマスタードで、フラワーボッツ交渉能力パワー両方高いで、ローゼンクランツは頭脳明晰、アーロノビッチも同じですね。でクリムジーはパワー、ムラディアンが頭脳とステルス。ちょっとステルス性能がどうだろう、長けてるなっていうのがあまりいない感じかな。では今回はこの6人でこの街を守りましょう。
黒さは全然使えないんだよな。黒沢に関してはちょっと本当に処刑したいよな。フラワーポッツ、フラワーポッツにはねちょっと頑張ってもらわないといけないからな。最も使える警官ですからね。さて公然わいせつが入ってきました。シャープウッド銀行、老人が妻を殺すための資金を借りたいと申してた、結婚して40年経つがあいつは本当につまらないようだ。お前らは金を絞り取ろうとする奴らにはホイホイ貸すくせに俺のことはどうでもいいんだよ。散々銀行員と口論した後ついにローンの貸し付けを正式に断られた老人は腐敗した金融制度をギャフンと言わせてやると大騒ぎしながらズボンを下ろした。もうこれだって妻を殺すための金を借りようとしたって言っちゃったんでしょ。これは無理だよね。そしたら誰を送るかだ。まあ所詮老人でしょ。そしたら、まあ、老人に対しては話ができる交渉能力がある人間を送りたいな。そうなるとローゼンクランツ、さらにムラディアン送っておこう。一応ムラディアンの能力上げていかないとね。ちょっとこのままだとムラディアン使えないからな。15しか能力がないってことは何かしら問題があるやつだと思うんだよな。せめて100ぐらいないとさ信用できないよね。到着、老人がズボンを下ろした状態でテーブルの上にしゃがみうなっている。馴染みの客である俺がなぜローン審査に通らないんだ。俺にいいものを預け入れしてやるよ。ちょっと待ってろ。これ確実に代弁しますね。選択肢は3つ。じいさん今すぐズボンを履くんだ。でないとそのしみったらでケツを蹴り飛ばす。なんかパワー系の内容かな。老人を取り押さえる。老人の背後に忍び寄る。忍び寄ろう。いやムラディアン危険だな。無事検挙しましたね。さてローゼンクランツどうする。ステルス系伸ばすか。そしたらサイレンサー、すぐに戻ってきてもらわないとね。警官の数が少ないんで。発砲事件、雪の花書の裏に積もっていた雪が溶け始めたんですが中から半分ミイラ化した足が飛び出しています。どうしたらいいですか。遺体を掘り出して身元を突き止めますか、それとも遺体安置所に連絡して処理をお願いしますか。まあ身元確認しましょう。それと同時に発砲事件の確認だな。シカモアストリート、ベンディ・ピエルドは家の外で2発の銃声を聞いた。彼女は強盗が家に押し入り自分と夫を殺すのではないかと心配している。どうなのこれ、本当にそんな事件、なんか誤報なんじゃない。誤報に対して無駄に警官を送り込むのは避けたいからな。遺体を調べました。フラワーポッツだな。身元を証明するものは見つけておらず現金も持っていませんでした。ブーツが綺麗な状態で残っていたので脱がせてみたんですが随分と上質なものでした。そうですか。革のブーツを受け取った。貴重品を手に入れたはいいがそれを保管しておく場所がない。適切な場所が見つかるまでは廊下に置いておくしかなさそうで、よほど運が悪くない限り持っていかれることはないと。よし、パールノビッチとムラディアは戻ってきましたね。これで今署には4人の警官がいる状態です。窃盗事件、犯人が犯罪現場からすでに逃走している場合は正式な捜査を開始しなければならない。このような場合スピードは射撃精度の面で秀でた警官を使っても意味はない。頭のいい警官を使うのが鍵。そうだよね。じゃあ頭のいい警官を送りましょうか。エルマー家の邸宅からビデオデッキが盗まれたという事件ね。誰送る。頭がいい人間、頭がいいのはこの場合だとどうだ。ローゼンクランツ、彼を送ろう。発砲事件のですね。やっぱり誤報か。銃声は誤報でしたね。すぐに戻ってきてもらいましょう。今警官は3人体制です。ローゼンクランツが事件の捜査に行ってしまっているのでマスタードとクリムジーが帰還。
誘拐事件ですね。幼稚園に長男を迎えに行った際に赤ちゃんがビビーガーがごと連れ去られたと女性から通報。ほんの一瞬目を離しただけ。上の子にマフラーを巻いてあげてる隙にベビーカーが消えてなくなっていた。なんかご報臭いな。ご報臭いが、ご報臭いが、ここは大量に送って経験値を稼ごう。おっと、本当の誘拐事件ですね。幼稚園の外でドラッグ中毒者と思われる男がベビーガーをしている。なるほど、サイレンを鳴らすか、男の前にパトカーを止めるか、お父さん赤ちゃんの名前はと聞くかか。まあアールノビッチで行かせましょう。男は質問に答えずベビーカーを置いて狭い路地に走り込んだ。テーザー銃で容疑者を撃とう。マスタード、しっかり仕留めてくれ。犯人逮捕。さすがマスタードだね。警官はテーザー銃で男を気絶。男はベビーカーを撃ってドラッグを買う金を手に入れようとしていたのだが、ハイになりすぎて中に赤ちゃんがいることに気づいていなかった。なるほどね。アルノビッチは頭をさらにキレキレにしてもらいましょう。もう事件は今日はないかな。そしたらおっとフォートリッキーがある。バーズメリックス。バーの入り口付近に体の不自由な男が立ち、自然性の酒を売っているとバーテンダーから苦情。男が不自由なふりをしているだけみたいだから気をつけた方がいいとバーテンダーは言っている。よかった、フラワーボッツ残しておいて正解でしたね。さらにクリームジーも送りましょう。できるだけスキルをどんどん上げていきたいので警官を効率よく出したいんですよね。深夜の1時で一応時間は止まります。魔法の酒はいらんかね。足の不自由な老人が陶器のボトルを片手に持ち、もう片方の手で杖を振り上げている。これがあればどんな病気も消えてなくなるぞ。なるほどね。どうする？すいませんパワー系の2人になっちゃってるんですけど、まずは交渉をしましょう。交渉するのはフラワーポッツ。お、ちゃんと捕まえてるね。さすがフラワーポッツだな、優秀だわ。さてじゃあ捜査を開始しましょうか。ビアース・ローゼンクランツは目撃者数人に話を聞き、ピンクのチューインガムの秘密に仮報告書を作成した。ピンクのチューインガムの秘密、ちょっとわからないな。まあ、ちょっとまだね情報の数は足りないんで、どうしようかというところに関してはもうちょっと確認をしていきましょうか。さて安心感。ジョン・エルマー、あなたの部下が早速捜査を始めてくれてよかったですよ。シャーブ・ウッドも警察も捨てたもんじゃありませんね。私は決して貧乏ではありません。それでも自宅に泥棒がいればすっかり失われてしまうんです、安心感がね。今日盗まれたのはビデオデッキだけども、明日には妻が無理やり連れて行かれるかもしれない、そんな気持ちになるんですよ。そんなことを許すわけにはいきません。だから犯人に正義を下すためになら何でもするつもりです。私は人々の自宅に水の供給システムを設置する会社を運営して、あれこいつってまさか。そこであなたに提案です。今回の事件に署で一番優秀な警官をつけてくれたら、このエリアに住む全ての警察の自宅に、警官の自宅に新品のトイレを設置して差し上げます。きっと大喜びです。なるほどね、フラワーポッツだな。そうなるとフラワーポッツですよ。マスタードの方がね優秀度が高そうですけど、ローゼンクランツはもうヘトヘトになってるな。
はい、では勤務終了になります。今日はプルタブはどんくらい？18プルタブ手に入れたね。合計で18プルタブですね。まあ、18プルタブだとどうなんだろうな、新しい人間を雇うっていう意味で言うとラドソン、ジャクソン、ドルチェ、ラドソン雇う。で、明日のシフトだけど元気な人間を出していかなきゃいけない。アールノビッチ、デイトンでしょ、黒沢、シャイニー、あとはどうする、スーパーロック、ベルモント、ラドソン、ムジカ、まあ、この辺りを出していきますか。はい、では23日無事に勤務を終了しましたので、次回は11月24日プレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。